今ある自分の足元のことやれることから考えた時にこの設備投資が必要なものなんですか。どうしても必要なものだったら危険な賭けかもしれんけど銀行を絶対に応援する。熱血コンサル基礎産業。この度基礎産業では2024年3月にカフェをオープンします。新しくオープンするカフェで一緒に働いてくれる店長とスタッフを大大大募集します。ご応募は概要欄からお願いします。カフェやるぞ。人手不足が厳しい状況なので業務のシステム化を進めていきたいと考えているのですが、求めるレベルのシステム開発には数千万円かかるため金融機関からの借り入れが必要になってくるのですが、銀行によって形の見えない資産であるシステムへの融資への取り組み方針は変わるのでしょうか。この銀行は例えばシステムへの融資をしたくないとか、ここは積極的にやるとかっていうのはあるんでしょうか。またこんなシステムであれば、まあ、融資としては通りやすいっていうような要素はあるのでしょうか。うん、これはシステム開発費に対して融資が出やすいのでしょうかという、まあ、質問になるんだろうと思うんですけども、実はシステム開発費はね、稟議の見方っていうのは実は決まってんだよね。何でも一緒だよこれ。設備投資の融資っていうのは必ずポイントがあるんだよね。もう一番最初にこう書かないといけないとこがあるんだよ。何だと思いますか？これはね、正解は設備の目的。システムにその資金を入れたいと考えた時に合理化でやるのか、その維持更新でやるのか、売上が増えるのかっていう、決算書にどう効いてくるのかっていうところを説明するっていうことになるんだろうと思う。じゃあこの3つの中で一番融資が出やすいものって何なの、マセシっていうふうになると、これは正解は設備の維持だよな。合理化が次かな。なんでかというと、もう銀行員ってそういうもんなんだよ、実を言うと。もともとこのシステムがあって老朽化してるから、これを新しいものに切り替えます。で、これがなかったらこんだけコストが増えます。だけど、これがこのまま維持できるから、このままこう繋がっていきます。黒字になっていくんですっていう考え。この設備の維持更新みたいなところで、まあ資金を入れるっていうのが正しいかな。正しいか一番融資が出やすいかな。あとは今回の話みたいにこう合理化するってことになると、まあ何人分の人手がこういう工程がなくなるから、例えばこんぐらいコストが浮きますっていう表を作らないといけなくなるよね。逆に言うとその表が正しければまあ融資が出るってことになる。ただし償還期間は5年以内ということになるよね。なんでかというと償却期間が5年だから、システムはね、ということになるというふうに思います。じゃあ新たに何かが増えるっていうのが一番難しいんだよね。銀行員っていうのは決算書の中でしか物が判断できないから、だからそういう場合は先にシステムに自己資金を使って、この分にお金を使っちゃったからこんだけまあ合理化ができて利益が出てるんだけど、このシステムにかかる部分、キャッシュが減った部分を運転資金として入れてくれってことで運転資金で申し込むっていうやり方になるのかな。まあこの3つのまあ取り組み方っていうところがまあオーソドックスなやり方なんだろうというふうに思いますね。設備資金は何でもそうなんだよね。でもこの人は非常に賢いんだよ。これのやり方が一番いいんだよね。よくなんか赤字企業にやっぱお前んとこなんで赤字なんだって聞いた時に、人手が入らないからですみたいなことをなんか枕言葉のように言うじゃろ。そうじゃねえんだよみたいなね。もうそうじゃないの。常に採用し続けるためのコストっていうのも考えながら金集めれてないいうことでしょ。だからその上ね、やっぱり営業してるから人手が足りません。人手が足りませんって言ったら、ちゃんとシステム入れてね、合理化してからこの人数で回せるようにするっていう方が、まあ正しいやり方。機械やお金に働いてもらうやり方っていうことを考えてるから、この人は経営者としては一流なんだろうというふうに思いますよね。そういう形で人手不足だからこのシステムを入れたいっていうふうな話をした時に、結構システムってでこうピンキリというか、本当に金額安いものからもう本当に億っていうのも全然あると思うんですけど、まあ融資を申し込んだ時にこのシステムが高いか安いか、これは高すぎるみたいな判断をする時っていうのはどういった考え方で高い安いっていうのを銀行の中では判断してるんでしょうか。まあ返せる返せないだろうね、多分ね。人の提示したものを高いか安いかっていうことを言うっていうのは禁じられてるんだ、銀行の中ではタブーなんだよ。これシステムに限ったことじゃないからなんだ
よね。例えばよ、俺がね、実を言うとこういうことがあったんだよ。まあ、あるね、建設会社があって、この会社がオムライス屋を作るっていう。オムライス屋よ、オムライス屋をなんかこう店舗を改装するとかいうので奥いるって言い出したんだよな。だからうちのは高いからこんだけなんですみたいな、あったので、俺もバカじゃないんかと。年商いくらだもん、2400万の会社よ。多くの設備投資ってバカじゃないんか思って。だけどこの会社ここに移ったらこんだけ売り上げが増えるっていうのをなぜか課長が信じてたんだよな。これやれみたいな、住宅ローンと組み合わせたら7000万ぐらいだからやれるだろうまさしみたいな感じで言うんだけど、俺が頑として断ったんだよ。実を言うと簡易的にそこの社長と相談してから全然違うところでも、じゃあうちじゃこんだけやりますっていうところを出した時に3000万ぐらい乖離が出たんかな。じゃあ7000万ぐらいでやるみたいな話が実は出たんだよね。でそれ結構本部で大事だったんや。そこの建設会社が、住宅ローンセンターってところに家とか持ち込んでるような会社だったんだよね。そしたら怒ってからね、山本がこんなことしたと、じゃあお前らのところには持ち込まんって言い出してから、で俺もブチギレて、いやいやお前本部の人間としてからなんか現場の人間とこの客とどっちが大事なんやみたいな話したら、いや両方大事なんですとか言って、はとかいうことあったけどね。だからやっぱりその引き合いになんか出してまで相手のその商売をこう妨げるってことは銀行という性格上やってはいけませんということがあるから、だからシステムが高いか安いかっていうところの判断を銀行化するっていうことは内部ではあるよ、高いか安いかって。だけどどっちかというとそれをやるやらないっていうところはあんまり言ってはいけないところなんだよね。でも銀行が唯一判断できるところがある。ここだけは絶対に譲れないポイントがあるんだよ。なんだと思う？返せるか返せないかだよね。じゃあ10年でちょっと1億返せれんよねみたいな話。実はその会社はなんか計画書を見てれば10年ぐらいで返せるってことになってた。でね、まさしがどうしたか、面積を変えずに仕様を変えて7500万にするなら融資しちゃうって言うたんや。俺がそしたら分かりましたって言ってから全部まるっと政策金融報告かどっかで融資取ってから、でその会社はそこで8000万か9000万か儲けたんだろうね、売り上げ立てたんだろうね。だから1000万ぐらい値引きしたんだと思う。だけどその会社は今立ち行かなくなってるよね。だから設備型だったんだよね。だから融資しないってことも実を言うと親切なんだよ。まさしのとこにもよく来るよって気もせんのにね。なんかコスプレの撮影所やりたいとか、ネットストーカーみたいなのがいっぱい来るんだってさ。お前何考えとんみたいな、なんかね。だから6000万かかるんです、7000万かかるんですみたいな。平気で言ってくるよ。いや、やるのはいいけど、お前絶対これできんかったら、お前死ぬんかみたいなこと言ったら、いや、それはできませんみたいなこと平気で言うくせにね。ほんだったらそんな議論を最初に持ち込んでくるなっていう話なんだよな。だから逆に言うと、今ある自分の足元のこと、やれることから考えたときに、この設備投資が必要なものなんですか？どうしても必要なものだったら危険な賭けかもしれんけど、銀行を絶対に応援するよ。あったよね。確か海賊と呼ばれた男でもあったよね。400億かなんか、今の価値で言うと。なんか輸送所がいるっていうね、いうお話があったときに。出光佐三さんがね、貸してくれ。話した時に2つ返事で、もう元々だって資本金の何十倍っていう金を貸してるんだよね。それはその会社にとってどうしてもそれが必要だったからなんだよね。苦しいけどこれを応援しよう、この今ある経営環境から見たらそのうまくいかないかもしれんけど、これは応援しようって思うから銀行は融資をする。それ俺らも一緒なんだよ。まあ、これはこういうふうに資金繰りはしんどいかもしれんけど、この人頑張ろうとしてるからこの人を応援しようっていうふうにやっぱり資金を打つんだよね。じゃあそれがやっぱりその答えてくれる人かどうかっていうところをやっぱり見極めないといけないんだよね。そういうことでその見極める場としてあるのが、まあグループコンサルっていうところが入り口の一つとしてはあるんですよね。毎月1万2000円かかるんですけども、5人1組のクラス、10人1組のクラスというのがあります。やっぱり今一番人気なのはやっぱり資金調達のテーマで集まる人なんですけどね。その他にも一般の経営相談であるとか集客とかね、
あとまあ予資運用とかね、お金持っている人なんかもどんどん参加していただけたらと思います。今投資のクラスが非常になぜか人気です。全部見て回ることができます。全部見て回ろうと思うと半年ぐらいはかかるのかなというふうに思うんですけども、だいたい100社ぐらいかな、いつも参加していただいてまして、200社ぐらいまで頑張ってやっていこうと思っておりますので、よろしくお願いします。それと別にですね、やっぱり自分とこの資金繰りが苦しいっていうところを人に知られたくないっていうコースがあるんですね。これがまあ個別面談コースを言いまして、30分で4万8000円いただいております。これのメリット何なんかというと、私決裁者なんですね。だから決裁者が直接見てやれるやれないってところを判断できるという良さがあります。実際ね、これでなんか伴走支援してて、普通伴走支援って一般のコンサル会社であったら20何万とかかかるよ。だけどうちが資金をこう定期的にいる必要なとこだけ入れてあげたりするだけで、実際に2000万の社会保険の未納がまあ500万ぐらいになったりっていうような会社が実はあったりするんですね。だから何かしらやっぱ即効性があって効くようなコースもありますので、こちらも合わせてご相談いただければというふうに思っております。最後にまあそうは言っても無料の範囲内で話聞いてほしいとかね、今が資金繰りが急いでるとかね、資金繰りが苦しいとか、そういったような方いらっしゃいましたら、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしくお願いします。会社の資金繰り、資金調達でお悩みの方、補助金、助成金申請のサポートが必要な方、バックオフィスを任せて本業に集中したい方、お金の悩みは誰しもが持ってる悩みで必ず解決できる問題です。ご連絡お待ちしています。